イメラジオ第3419回、今日は令和3年12月13日月曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、夜になりました。12月13日といえば1年で一番日が短い頃、午後6時はもうすっかり夜ですね。港北の夜景もキラキラ灯り始めました。今日は夜空が澄んでいて、今西へ向かう旅客機光が見えますね。あと羽田空港に着陸する飛行機の光も3つほど今見えますね。だんだんと高度を下げていく飛行機の光です。空高いところには今日も綺麗なお月様、だんだんと半月が少しずつ大きくなる、そんなお月様がここのところずっと夜綺麗に見えていますね。午後には緑道を走りに行きましたが、その時にはまだ外は明るかったんですけど、でも東の空にはもう月が出ていて、あのお月様が今頃こんな天高いところにあるわけです。だんだん西に傾いていきますね。これから3419回目の夢ラジオ、今回は孤高の登山家加藤文太郎を取り上げます。孤高の登山家加藤文太郎、加藤文太郎、まあこの名前からして昔の方かなって感じしますね。そうなんです、20世紀のお方ではありますが、戦前の人ですね。戦前の登山家でした。加藤ほどの登山家はもう後にも先にも現れないだろう、そうも言われます。もう不死身の登山家だったんですよ。1905年に兵庫県に生まれました。しかも浜坂ってとこですね。で、浜坂って言われても誰も何のことか分かんないと思うんですけど、兵庫のあの日本海の方にあの温泉町っていうとこあって、そこの生まれなんですね。で、あの日本海のあの辺って兵庫から鳥取島根にかけてはいい温泉がいっぱいありますので、まあ、そういう温泉町の一つで加藤さんお生まれになった。で、あの20歳になる前に神戸に出てきて、で神戸の三菱の会社に就職したんですね。三菱のね、なんか内燃機関を作る会社、まあ今でいう三菱重工、今でいう三菱重工なんですが、まあ当時は三菱内燃かなんかそういう名前の、まあそういうエンジニアみたいな、そんなお仕事をなさってた人です、加藤さんはね。高校は夜間に行ってたのかな。だから大学は行かれてないし、当時残ったから。だから20歳になる前にそこに就職した。で、まだ若い加藤青年はその会社の人たちに誘われて山に登り始め、で当然神戸なわけですから六甲山ですよね。そこから
加藤の登山家としての歩みが始まります。で、神戸の六甲山系って、まあ、縦走には適しているんですよね。すごく練習になるというか、で普通、まあ、普通というか一般的に登山というと、まあ、山の頂まで行って「わあやったぞ」と言ってで下降りてくるっていう、これがまあ一般的な登山ですが、そんな風に降りてこずに尾根から次の山頂へと、そして次の山頂へとっていう、これをまあ縦走、縦に走るという風に書くわけですよ。そしてこの六甲山系の縦走、これで登山家加藤は鍛えられた。ただし、まあ、当時プロとして登山家なんかやれませんから、今もプロの登山家なんているのかな、いないですよね。登山だけでそれで職業としては成立しないので、まあさっき言ったように三菱には勤めてると。まあエリートといえばエリートですよ。当時なかなか三菱には就職できなかったはずですから、神戸でね。でその六甲山の縦走をやってるうちに、この加藤の登山家としての力量がぐんぐん発揮されてきて、ですから当然会社の人たちとね、親睦で登山みたいな、そんなんではもう満足できなくなってきたわけです。でただし、まあ、当時、まあ、さっきも言ったようにプロの登山家みたいなのは、まあ、いなかったし、そして本格的に登山やるとしてもパーティーといって、まあ、一団を組んで山に入るっていうのが、まあ、一般的だったんですね。だから登山を本格的にやるならパーティー組んで山に行く。それは夏山もそう。特に雪山はパーティー組まないとそもそもやれないっていう、そういう時代だったんですよ。で加藤が二十歳になった頃から登山始めて、で1905年生まれだから、まあ、1925年、つまり昭和になる頃から、本格的に登山始めたんですね。だから昭和の、まあ、元年から。で加藤が亡くなるのが1936年なので、昭和の元年から昭和10年11年ぐらいまでが、その10年間が加藤の登山家としての足跡なんですよ。で加藤文太郎といえば孤高の登山家で、なぜ孤高の登山家と言われるかというと、単独高って言われるわけですね。加藤といえば単独高、つまりいつも一人で登るんですよ。それでテントなんか持ってかないというか、当時テントなんかなかったと思いますね。寝袋もない。だからどうすんだって言ったら、もう小屋で泊まるわけですよ。ですからその小屋までは行かなきゃいけないですよね。なんでかというとテントも寝袋もないわけで、ある地点から次の地点へと、野宿というか露営というか、そういうことを、まあ、基本的にはしないので、目的地の小屋までは必ず踏破するという、そういうスタイルだった。そのスタイルがすごくてですね、例えばよく登山コースっていうのは、まあ朝の6時ぐらいから始まって、例えば朝の6時ぐらいから始まって、で
昼の2時ぐらいには目的地に着く、まあこれで8時間ですよね。これでももうかなりヘトヘトになるはずです。だけど加藤の場合はもうそれが20時間ぶっ続けとか30時間ぶっ続けとか、そういうあの登山ができた、まあ若かったし力があったんですね。20時間や30時間ぶっ続けの登山ができた。ですからこんな加藤に誰もついていけない、ね、誰もだからパーティー加藤が組まずに単独行になったのは、そうしとかないと自分のペースに誰もついてこれないし、そして自分が誰かに合わせようとしたらむしろ危ないっていうふうに考えていたんですね。まあもちろん一人が好きだったというのもあるでしょう。そしてまあ、六甲山系はもう卒業して、で徐々に加藤の目は北アルプスですね、富山とか長野とかあの辺の北アルプスに向かい、そして夏山だけでなく冬山、ここなんですよ、夏山だけでなく冬山の縦走、こんなもの一人じゃできないと思われてたんですけど、加藤はやってたわけですね。もういくつもの縦走をうまく乗り切ると言いましょうか。で雪山の縦走って、まあ、口で言うのは簡単ですけど、もう吹雪もあれば、もうものすごい積雪もあって、でそこをですね、さっきも話したように雪があってもです、雪があっても20時間30時間をぶっ続けで、ある場所から別な場所への移動、小屋の移動ですね。しかも雪山だとね、リバークって言って、わかりますか、リバークって言っても雪掘って、でその中にスポット入ったら結構あったかいんですね。雪で外が吹雪でもですよ、穴掘って、でその中にスポンと入って、で天井塞いだら結構あったかくて、でそしてコンロ、加藤はいつもコンロ持ってましたから、まあ当然登山家で冬雪山行くんだったらコンロいりますよね。コンロでその雪を溶かして、雪は絶対そのまま食べてはダメなんですよ。どれほど喉が渇いてても雪山で雪をそのまま食べてはもうダメなんですね。でそのコンロで溶かして、で持ってた甘納豆をそこに入れて、そしてズズズッとすするという、そういうことを加藤はやっていました。寝袋もない、テントもない、足は旅というか、もうそのだから素人っぽい装備なのに、もう誰にも負けない登山記録を次々と打ち立てていったわけです。しかも吹雪の深い雪山を20時間30時間、しかも夜にですよ。夜って普通雪山移動したらダメなんですけどね、雪山は夜移動したらダメっていうのはもうこれも鉄則なんですけど、加藤はそれができたわけですよ。夜の移動っていうのが雪山でですよ。でずっと30時間移動し続けて目的地に達すると。ですからまあ磁石と、そして自分のまあ天気に対する目と言いましょうか、あと方向感覚が鋭かった、そして何より体が丈夫で、いくら歩いても疲れなかった。単独行の加藤けれど、岩登りですね、ザエルって言って、こう綱ロープ、それを使って登らなきゃいけない、その岩登りの時にはさすがに加藤はちょっと無理で、ですからこの時にはパーティー組んだようです。ですから岩登りを始めてから加藤はパーティー組んだんですね。で雪山の単独行の記録を次々と塗り替えとは言いましたが、これ加藤じゃないとできない登山であって、雪山にそもそも一人で行くっていうこと自体もう自死なんですよね。ところがひょいひょいと帰ってくると、何事もなかったように。ただしさっきパーティーを組んだ、これがもう加藤の
晩年なんですよ。晩年たって30歳になる頃なんですけど、でそのちょうどこの頃にね、あの加藤は結婚してるんですね。しかも花子さんって人とね。でその加藤がそれまであの山一筋の加藤がそれでもあの妻をもらって、であの家に帰る時に「花子さん今帰ったよ」とかっていう、加藤がですよ「花子さん今帰ったよ」っていう、これがなんかあの職場でも話題になって、「おあの単独校の加藤が家帰ったら花子さん今帰ったよかよ」っていう、そんな面もあったんだな。ですぐに女子があの生まれてっていう、まあ言えば家庭人としては幸せ絶頂みたいな時だったんですよ。そしてその時にですね、あの槍ヶ岳ですよね、槍ヶ岳の北釜をね、これ夏山でも危ないところなんですよ。あの槍ヶ岳の北釜尾根って、これ夏山でもあのもう超難関ルートなのに、そこに冬行くっていうね、これが1935年の年末から1936年のお正月にかけて、ここで加藤はあの消息を絶ちました。で単独校の加藤がパーティーを組んだからあの遭難したんだというふうに言われたりしますが、これは当たらなくて、さっきもお話したようにそれ以前のあのロッククライミングですよね、この時にはもう加藤は一人で行くことの限界は感じていて、ですからあのこの時パーティー組んだお相手の方も相当な技術を、というよりロッククライミングでは加藤をしのぐそういう技量の持ち主の方だった。だから加藤もこの人ならというふうに見極めて、これの人なら自分がパーティー組んでもあのやれるというか、でその人と北釜をね冬ので帰らなかった。捜索は出されたんですけど、この加藤たちの2人のパーティー、あの発見されたのはもう翌年の春ですよ。雪が溶けて翌年の春に、その槍ヶ岳のずっとふもとの方だから、あのここまでは行ってたんですね、ずっとふもとの方まであの加藤とこの2人のパーティーが降りていって、でそこで力尽きたようです。孤高の登山家加藤文太郎、まあ彼のその足跡というのはもう目を見張るものあり、そしてこれほどの登山は単独校でね、もう加藤にしかできぬだろう当時から言われていて、だから不死身の登山家加藤はどんな雪山でも戻って帰ってくるけれど、槍ヶ岳からは戻らなかった。新田次郎ってご存知でしょうか。あの昭和の頃のまあいろんな作品を書いた作家なんですけど、この新田次郎のあの代表作に孤高の人っていうのがありまして、でこの孤高の人、新潮文庫だったかな、上下とありますが、この孤高の人っていう、これが加藤文太郎をあの主人公にしたそういう小説です。ただしあれは小説なので加藤をそのまま伝えてるわけではありません。ただしさっきお話の中で紹介した花子さん今帰ったよとか、あとパーティーを組んだことによるあのなんていうか加藤の迷いみたいなものは、あの小説の中でもうあの迫真の描写されていますね。でさっきも話したように、この時加藤が組んだ相手はあの十分な技量の持ち主だったんですが、あの小説の中ではね、その加藤はこのパーティーを組んだがゆえに、あのその巻き込まれて結局遭難したんだという書き方、しかもいつも単独校なのにパーティーを組んで、そのパーティーを組んで雪の中を一歩踏み出す時に、あの加藤の心に違和感が、あの自分では否定できない違和感が
感じられたっていうあの場面っていうのは、まあ、実際の加藤はそういう姿ではないんですけど、けれど読ませる小説ではありますよね。あとあの小説の中では加藤は非常に無口で、あと人が嫌いで、会社なんかでもほとんどなんか口を聞かずにね、でエンジニアだから製図の仕事だけして、人に書類渡す場合ももう何も言わずに無言で渡すみたいな、そんな風な描き方されてましたけど、もちろん実際の加藤文太郎はそこまで非社交的な人でも世間知らずでもありませんでした。あれは新田さんの脚色ですね。ただしこの加藤文太郎が今も人の口に上るのは、やっぱり孤高の人っていうあの小説が非常に読まれ、広く読まれて、今も絶版になってないと思いますよ、あの小説はね、うん、でその後この孤高の人っていうところからまたいろんな漫画とかが出来上がってということで、今も登山家の間ではもう不正室の存在として加藤文太郎は語り継がれていますね。夢ラジオ3419回目、今回は孤高の登山家加藤文太郎、私も同じく兵庫出身としてなんか誇らしい先輩かななんて思ったりしますね。今から月曜日の夜が始まります。